ぽんちゃん、おはよう。じゃんかん、おはよう。ジャン君、ジャン君、お子様みたいだね。箱見つけて入っちゃったな。箱に入ってみました。ジャン君、じゃあお子様ついてね。はい、二人とも出てきた。おや、ぽんちゃんも見つけましたか。あれ、二人の世界になっちゃうのかな。
つのカメラで超広角を撮っています。画面が見せられないんですね。こんな感じです。爪を取らないようにこのパネルを全部貼らないとダメだね。爪を切りたいね。走るたびにシャカシャカシャカって音がするね。今このような作業をしています。何でしょうか。前にも紹介したはずなんですが、ヒント、自転車で2人で走行するときに話ができるやつ。もう答えだそれは。このようにインカムでですね、無線機になっていて、まあトランシーバーですね、なんだっけボタンを押しながら喋るんではなくて、もう常に喋り状態ですね。お互いに喋るやつ、これが、このように、自転車がこ、まあ、止めた自転車が、ちょっと隣の自転車に引っかかってですね、折れちゃいました1個ね。この折れちゃったやつを、新しく今付け替えています。これ前に、メルカリで1000円で買ったワンセット買ってですね、その前に買ったのは20数年前です。でそれから、自転車で走るときにすごく重宝してずっと使ってるんですが、見た目はおじさんとおばさんにつけてるのにびっくりするほど、なんていうのかな、かっこ悪いかかっこいいかどちらともなんともつかないものですね。頭にこんなのつけておじさんが走ってるわけですからね。ということで、やっと、引っ越し荷物の中から出てきたので、今、修理中です。今日からまた自転車で走れます。あ、つながるの？はい、今、これはね、根元が置いています。
で、これをこれにつけます。こっちか、こっちが新しいですね。はい。そんな報告でした。